実相寺は、茨城県小賀市水海にある日蓮宗の寺院。三号を、宝珠山という。本尊は、大曼荼。九本山は、大本山法華教寺。実相寺の、六期、実相寺略演技によれば、南北朝時代の王安元年、中山法華教寺四院への一つ、法仙院の、第三世、日英が、水会の正寺柳原に解散し、後に、 日清が中高解散したとされる。柳原は水海上の西隣で現在地の内水海より南方、利根川近くにあった。両演技では同時の前主として奈良時代の人気3年に行期により開かれ、後に空海が一時滞在した時に新温州、さらに鎌倉時代の文英2年に日蓮州に転じたとされる。なお中高解散を 王英三年、日英によるとした解説もある。両演技以外には、寺の起源に関する。しかし日英を解散とする記述については、関宿の実装時にも、同様の由緒がある。ことから、何らかの史実を反映すると考えられる。水会は、古学防重神、柳田氏の拠点であり、関宿実装時は、柳田持助の関宿違法時に、 別立てされていることから、水海実装時と石宿実装時は、期限が同じである。当事院の成立と発展に関しては、日英教団の活動、及び、柳田市の城下町、水海の発展が大きく影響している。さらに、水海柳原は、日立川、香取内海水系採用部の港湾都市であった、ことから、商工業者を中心とする日元州信者集団が、 この寺の起源と発展に関わったと考えられている。天正2年、柳田氏と後北条氏が争った第三次赤宿合戦の陛下にさらされたが、後に類承を免れた伽藍を同じ、水海村の内水海に移転し、現在に至る。なお、天正18年、豊臣秀吉による小田原攻めの際に、水海城の落城とともに陛下に愛道が消失し、 現在地に移転したとする解説もある。江戸時代の主因地は五国。慶長九年と推定される稲中寺国印上には、治療広告を寄進したことが記されている。後の慶安元年、徳川家光の主因上を得ており、その後の歴代将軍文と合わせて発通の主因上写しが残されている。江戸時代を通じて、治療広告を安堵されたことがわかる。 当時の経済基盤としては、この主因地の他にも、開店時からの年貢、小作料、おさむ同金貸付などの金融行為、団との葬儀や背書き放映などの供養料があった。団家は塚崎村、水海村を中心に分布。古川の人も、若干数含まれた。明治3年の団家は41件であった。ABC、総和調市民族編457ページ。 ABCDE、総和の人通55から73ページ、総和の院2、日練習水科実装時について、注釈には、o a 3年解散とする例として、池上本門寺編、日練習寺院名館、平凡社、茨城県の地名も0時 AB、総和調子通社編、金星385から387ページ、駅西口前、花もも館にて、 小賀市公式サイト観光、歴史小賀市の観光パンフレットアーカイブド2015年9月23日、アットザウェイバックマシンより、ありがとうございます。